ハローアースノイド。やっぱりコズミックイラ世界での技術の進歩早すぎない？に対する、ネットの反応をお送りするよ。宇宙世紀とかと比べるとマジで早いなってなる。割とマジで魔竜さん周辺がブレイクスルーさせた感がある。開戦時点でモビルスーツ単独での完全自由飛行ができてる時点で気づけ。開戦時点だとまだエール飛べないよ。銀が飛んでるぞ。もともと核による終末戦争から遺伝子いじくりまくって高技誕生&そいつらによる既存技術の進化。ゼロから1を作るのが主にナチュラル。その1を5、9にするのが高技みたいな分担みたいなことが。無印開始時点で40年くらいしてる状態だし。初期 GAT の時点で構造的には宇宙世紀でいるフルバブルフレーム状態。そこにフェイズシフト装甲をくっつけた。それ以前から優先サイコミとも言える頑張れるはあった。種はエイプリルフールクライシスのせいで技術はあるけど電力が足りなくて封印された技術が多いから、エネルギー問題解決すると一気に強くなる。たった5年前まではジンガ超最新鋭の兵器だったんだよな。宇宙世紀のニュータイプは戦争に便利なエスパーではあっても他は普通だからな。コーディネーターの場合ものづくりにも才能を発揮するから進歩がぶっ飛ぶ。コロニー落としで人類の半分が死亡した宇宙世紀とインフラ破壊で10億人の被害者が出たコズミックイラでは、働き手の数が違うわな。それ元になった記事の内容は前置きで、一説には、と書かれていて確定事項の公式設定じゃないよ。宇宙世紀はサイコミ関連なんかはとんでもない速度でヤバい領域まで行ってるんだ。宇宙世紀は一番発展速度がヤバかったサイコミが途中で失速しだすのが大きい。宇宙戦国時代あたりではもうセンサー的な運用が主体だし。ニュータイプ神話の火消しに躍起な連邦政府とかの意向もあるんだろうな。宇宙世紀は連邦というでっかい勢力と細々とやりくりしてるジオンという構図だから、ジオンが潰れると連邦が頑張る理由もなくなる。サイコメは失速したけどもその文化力が頭おかしい領域になってるんだよな。ネオガンダムの G バードとか全長2キロのコロニーミラーとか壁の3分の1消し飛ばして、その先のラーカイラム級のエイジャックスがブリッジをかすったビームで合金する威力になってる。こいつが下手したら F91 の代わりに量産されて部隊単位でぶっ放してきた可能性もあった。V2 の戦艦の索敵範囲外から戦艦出力のビームシールドぶち抜くメガビームキャノンとか。成層圏から地上の基地消し飛ばすザンネックキャノンとか30年後の火力もやばいけども。宇宙世紀でモビルスーツの進化が早いのは1年戦争とグリプス戦役の頃くらいで、それ以外は割とゆっくりなんだよね。やはり進化を促すのは戦争か。よく言うだろ、エロと戦争は人間を進化させると。競争は進化させるけど戦争ばっかりは文明を後退させるって宇宙戦国時代とか見てると思うわ。一年戦争は技術を急激に発展させたけどその後のしわ寄せが50年以上悪影響を与えて人類全体が疲弊したのが宇宙戦国時代に至る原因であり、技術発展が緩やかになったのも同じところに原因があるだろうしね。適度な競争は必要だがでかすぎる戦争はない方がいいという当たり前の話でもある。ゼータ、ダブルゼータ、クイーンマンサやらまで1年歩かないかの宇宙世紀も大概なんだ。ゼータ1話から最終話で期間は1年弱、ゼータ最終話から1週間後がダブルゼータ1話、開始から最後の戦闘は11ヶ月後、初代の1話から最終話が4ヶ月で V ガンダムは1話から最終話で2ヶ月と10日と短い、種無印1話から最終話は1月25日から9月27日ではあるんだが、1月25日にモビルスーツが奪われ4月1日にはフリーダム&ジャスティスがロールアウトする速さ。ちなみにニコルーは4月15日。でも V2 とかザンネックとかゴトラタンとかが2ヶ月でできてんのって冷静に考えてやばくね？コズミックイラはまだミノドラに匹敵する技術は生み出されてないから、それ経過時間何年後だと思ってんのよ。そのものじゃないけど。レビテイターやボア・チュール・リュミエールみたいな金字の技術はあるから。ボア・チュール・リュミエールは太陽風を生成した量子の膜で受け止めて水力に変換するシステムだから、自力で水力生み出すミノフスキードライブとは似てない別物のシステムだよ。しかしこのプロパルジョンビームとか受信してない他の機体のボア・チュール・リュミエールは一体自前のエネルギーでいい感じにレーザー出力してそれで変換してるのでは？
高圧で加速する高子ロケットだし、アナザーは宇宙世紀数シリーズ分を1シリーズで駆け抜けるのがちらほらいて発展が早いイメージ。1期からだいたい7年でガデラーが作った西暦やばくないかな。西暦世界は太陽ロコソボットでの技術だけど、モビルスーツやモビルアーマー自体はかなり昔から使われていた兵器&そのボットでの太陽ロも、ソレスタルビーイング等が裏で地道に研究開発してデータを蓄積して実用化したからな。ガデラーザはイノベード系の技術も使ってるからゼロから作った要素は少ないと思う。コズミックイラに関しても基礎技術自体は以前から確立されており、それをモビルスーツに落とし込んで兵器転用みたいなのが多い気がする。種とダブルオーは大体これだよね。ブレイクスルーが現れて他の技術が合流して超兵器が出来上がるパターンが多い。種はワンオフ機の進歩だけバカ早いけど、量産機は逆に気軽に動力炉詰めないせいでめちゃくちゃ進歩遅いのガンダムだと割と珍しい気がする。無印の次の運命で連合ザフと核陣営の主力量産機が前作主人公機のストライク並みになるけど、他の時系列進む系のガンダム作品だと大体以前の主人公機って型落ちクラスになるし、コーディネーターという少数精鋭の極みみたいな存在がいるからこそなのかもな。種ってそんなヤバかったんか。機体は基本バッテリー駆動だし、クアンタやゴッドやパーフェクトセルフや AGFX みたいな規格外の化け物みたいな機体もないから技術力低めの世界観だと思ってたわ。トータルするとやっぱり控えめな部類よ。ただし極端にしたってこともなくて、普通に部分的には勝ってる部分もある。よく名前の上がるそれらは極まった技術の世界観だから、そやね、むしろ特別な動力なしでバッテリーで動いているのが脅威と思われるが、宇宙世紀と比較すると動力源が核じゃなくてバッテリーかよと低評価されるけど、よくよく考えるとモビルスーツ動かせるバッテリーってどんなだよとなるやつ。デストロイがバッテリーというのはすごいなと思う。ニュートロンジャマーで核エネルギー使えなくなったことによる停電被害から、連合が都市の非常電源用に作っていた巨大大容量バッテリーでも動力にしてるのかってくらい、都市1個丸焼きにできる火力と陽電子リフレクター2機だけだがドラグーンになる腕装備だからな。デストロイはあそこまででかいと中で石炭でも燃やしてる方が効率ええんちゃうかってくらいでかいからな。コズミックイラは太陽光発電みたいな発電のエネルギーロスをめちゃくちゃ減らしたり、バッテリーの大容量化、小型化技術が進んでるから他のガンダムシリーズとは別方向にヤバいだけだな。現実世界に欲しい系の技術が詰まってる。コズミックイラのモビルスーツ技術で本当にヤバいのは現時点の期待以上に発展速度と殺意の高さだからな。さすがに種自由後はもうちょっと緩やかになると思いたい。コズミックイラは憎しみの目と心と引き金を引く指しか持たぬ者たちの世界だからな。面構えが違う。コズミックイラはジョージ・グレンの告白のすぐ後くらいに大戦争が起きて、人口の半分と少なくない陸地が消し飛んで、インフラが消し飛んで、って感じの始まりだからな。宇宙世紀、前提条件がやっぱり結構違う。